こんにちは、ハルアンです。はい、今日はじゃんじゃんじゃ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 ん、でかい。こんなね、画面にも入りきらないぐらいの大きなパンを使って今日はサンドイッチ作っていこうと思います。巨大サンドイッチです。いきます。おー、マスタードとオリーブオイルをパンの表面に塗っていきたいと思います。マスタードをちょっとたっぷりめにとって、はい、混ぜて、はい、パンに塗る、パンに塗る。パリパリンコちゃんですよ。おー、レタスだけで山盛りだ。よいしょ。次はね、フライパンを用意しました。何を焼くかと言いますと、鶏肉を焼いていきます。はい、絡めていきます。せーの、ドーン、ドーン、ドン、ギャー。タレもひょーっとかけとこう。よし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 。次はボウルの中にゆで卵をポンと2つ入れてほぐします。こんな感じでぐさぐさとね。アボカド、アボカドはこうやって一周ぐるりと包丁を入れて、でもね、ちょっとこれ柔らかくなりすぎたんでね、ちょっと大丈夫かなと心配。あー、アボカドもスプーンですくってこの中に入れます。刻んだ玉ねぎも入れます。これはお好みでいいんですけど、ちょっとあのピリッとね、そのシャキシャキ感が加わって美味しくなります。マヨネーズをたっぷり入れます。ドビャーっと、見て見て、マヨの滝。高カロリー。そしたら今日はクレイジーソルト加えます。特にね、普通の塩とかでもいいと思います。ちょっと濃いめに。レモン果汁、アボカドの色止めにもなるし、ちょっとね、あのさっぱりさせたいので加えました。よしよし。そうしたら、そうしたら、このアボカドタルタル上にかけていきます。こういう感じ。うわー、よいしょ。うわ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 、なんかだんだんすごくなってきましたね。大迫力。じゃーん。もうね、これだけでもすっごいんだけど、何かが足りないと思いません？私には何かが足りない気がするので、それはなんとなんとなんと、チーズ
まださ、後ろにほらあります。どうする？誰か食べます？食べていいよ、みんなもう本当に画面からこう手を伸ばして食べてほしいぐらいもいっぱいあるんですけど、なんとかね、家族が帰ってくるので家族で食べたいと思います。頑張ります。えいえいおー。この動画でね、少しでも美味しそうと思ってくれた方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。でも美味しかったよ、すごく美味しかったんだけど、なんせ食べにくい。そうそうなの。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。